はい、では2本目行かせていただきます。今度もちょっと短めの話題で済まさせていただきます。皆さん、米中の貿易摩擦の貿易戦争の第一段階の調印が行われたこと、協定の調印が行われたことはご存知の方も多いかと思います。まあ、それ自体は進展したんだから中身はまあいろいろありますが、とりあえず一歩進んでよかったなと個人的には思っております。しかしそんな中、アメリカの米陸軍ライアン・マッカーシー長官とおっしゃる方が、10日にとあることをおっしゃってました。米中の関係がさらに悪化すれば尖閣に超音速ミサイルを置くぞという発言です。まあ、尖閣諸島を米軍に渡して、まあ、今でも射撃場とかになってるんですけど、それともかとしてそこにミサイルを置くかどうかは別として、それを日本政府が、日本がやるべきだと私は思っています。尖閣諸島に自衛隊の一個旅団とは言いません、一個大隊ぐらいが駐屯して、すでに周りに来る中国の攻勢を見張り追い払うことをすべき、今の海上保安庁ではなく日本の国土なんですから、日本の権益なんですから、我々の利益、権利、財産を守ることはやはり惜しむべきではない、そこに全力を投じるべきだと私は思います。今回の件、アメリカが置くよって言って、アメリカが置いてくれるからアメリカの基地にしよう、最悪これでも私はいいとは思いますよ。少なくてもそれによって中国に対する強烈な牽制になることは間違いないからです。まあだからといってそれをもって日本の領土安泰だ、やっはーとはなりません。やはりそれは日本がやるべきです。日本の手で、我々の手でやるべきです。こういう声が上げていただいたことには感謝をしますし、よろしいことだと、これを一時的に捉えれば思いますが、何度も申し上げます、先ほどの件です。やはり自衛隊がそこに駐屯して港を作って、軍港を作って、そこに護衛艦の一隻でも配備する、別にそれがイージス艦であったり出雲のような大型艦である必要はない、少し世代が古くてもいい、せめてガチの、まあ言っちゃいますよ、軍艦をそこに置くべきです。そうしないとやはり当初は守れない、国境を接している、領海を接しているエリアですから、そこには当然防備があって叱るべきだと私は思います。皆さんは、いや私からしても尖閣諸島は遥か彼方の遠い地です。申し訳ないけれども沖縄県の端っこですから、ここで 国境が接しているわけですから、特に私にしてみれば出身は北海道でありますから、北の地から南の端っこなわけです。こっち来て、東京に来て初めてそういう権益が、問題があるんだということが分かりました。それではいけない、でも周知しただけではいけない、守ってもらうためには、これは自衛隊ですよ、自衛隊に守ってもらうためにはやはりもっと予算を上げて、もっと人員を回して、そして国民が一人一人がです、領土と領海と領空は自分たちの財産であると、自分たちの土地であるとやはり認識してこそ、自衛隊の人たちが命を懸けて守りに行っていただけるのだと私は信じて疑いません。皆さんにとって領海の端っこにある当初はただのお荷物でしょうか、ただの岩礁でしょうか、そんなことはないはずです。それがあるから我々の生活が豊かになっている、なぜかその島があるから、その周辺で
我々の日本の漁師さんは漁ができるし、日本の工業プラントも作れるわけです。そこに島がなければ我々は何もできない。それを理解した上で、やはり国境端っこにある島々は積極的に守るべきです。長谷川代表のツイッターとかに時々上がりますが、日本の領海と EEZ と、TikTok 水域ですか、それが合わさった地図がその時々上がります。ぜひともそれをご覧いただいて、今の日本はこういう範囲なんだと、地理の確かに地図帳にあったかもしれないけど、それは学校で見た、図鑑見ただけだし、先生はそのページを教えません。ぜひとも、長谷川代表のツイッターをフォローしていただき、その地図を見て、端っこにある島をみんなで守っていこうではありませんか。ありがとうございました。